前回のあらすじ。本気で？ああ本気だ。結構適任だと思うぜ。まよろしく頼む。僕は大丈夫さ。次はちゃんとやる。追撃だ。本気で？ああ本気だ。そして物語は続いていく。カメラ全く。ああ行ってみるかじゃあ。いいじゃねえかよ。チープーの目を見ればな、すべては物語ってるだろう。だこれ敵でねえだろうな。出るんじゃねえか、ここ。あ、出た気がすんだけど、昔の記憶が新しければ。出ないか。あ、よかった。助かったぜ。そろそろあれだな、休憩すっかな、俺も。いや、もう寝なきゃいけねえよ、そろそろ。ホラー？はぁ、経典となります。洞窟の中ですか。一生この中で働くということか。一生でもないだろ。中へどうぞ。何があんの。ナメック製のカプセルコーポレーションみたいなのか。目が慣れてくると思います。ああおっと、うう痛そうさりげなく言ったな。足を踏んでしまいました。日頃の恨み晴らしたな。もしかしたらやっぱあれだな、なんかあるな。バチバチしてるぞ。ちょっとおー、なんだこれ。ホテルみてえじゃん。これからこちらで生活してください。お、部屋は恋が用あります。皆さんの休憩所。広いよね。伝言。人を集めてもらいたい。能力のある人間。言葉通りの意味。仲間集めるってこと？なぜ何か先客、うん、シンガーさんたちね。ここで休むときは私に言ってちょうだいね。怖えやつだな。あなた強い目ね。嫌いじゃないわよ、そういうの。私の名前はルイーズ。よろしくね。おお、トープ、ルイーズ、シャドリー、誰だ。意外な仲間だったぞ。強い目ってのはなんかあれだな、いい褒め言葉なのかもしんないな。メンバー変えたくなったら、ほーん、よくわかんねえ。どうだ。そうやな、寝るか。とりあえず新生活だな。この島で暮らすのも楽しそうだ。なんかこれまでやったらなんかバッドエンドになりそうだけどな。まあ頑張るか。とりあえず仲間になった。仲間一気に増えたな。ちょっと探索したいね。ちょっと話を聞こうか。じゃあそこ何、第二通路よ。ああそれは助かるね。話しかけられる。あれダメか。おい、いいんじゃんよ。日が当たらないからさ。人集めね。トープ、なんだこいつは。居心地が悪くありませんか。お前は怖いよ。ちょっといかついな。こいつがトープってやつか。あとなんだ、シャドリーとかってやつが仲間だったよな。これ違うか。上っつったよな。上の方って言ったもんな。ここ、あ、ここ違うんだ。なんかいるね。お前か。もう少したら俺ここに店開くんだ。はあ、店か。道具屋か。ああ、すげえな、ここ。わけわかんねえな。いい曲だな。お、部屋があんじゃん。よーし。これでじゃあ寝るか。寝よう。おやすみ。怖え。おお。突然現れたこと、どうか許してください。私の名はレックナント。レックナント、真の紋章を見守る者、
ランスの執行者と呼ぶ者もいます。これ怖いよな。今あなたの左手にあるものは真の紋章の一つ、罰の紋章と呼ばれるものです。償いと許しを司る紋章、その呪いは強く、紋章の力を使うほどに宿主の命を少しずつ奪うと聞いています。ですがその道のりがいかに厳しくとも越えられない試練などない、そう信じなくてはなりません。力を集めるのです。共に試練を越えられる仲間、多くの人間の力を。今少し私にもあなた方と紋章の行方を見守らせてください。こんな急に寝てて起きたらあんな奴がいたらびっくりするんだろう。なあれな、まああれはまあ幻想水湖伝のまあ定番というか、しかもなんか絶対あいつあれだよな、寝てる時に現れんだよな、なんか知んねえけどな、まあ謎の、まあ謎の人っていうことで。よし。俺も寝よう。よし。マリオカートやって、結構いい感じのテンションになってきたから、やるか、久しぶりに。久しぶり行ったわけでもないけどな。3日。いや、そんな経ってねえな。まあいいわ。とりあえず何をするかっていうと、なんかオベル遺跡という、オベル遺跡という場所に向かわなければならないんだけれども、割とそのダンジョンが結構厄介だった記憶があるんだよな。俺一回そこで挫折したんだよね、昔やった時。では始めてくれ。正直まだ就任したばかりで少々勝手がわからぬでな。うん、では私から。以前に伺っておりました光とやら、その後ラズリル周辺では目撃されておりません。つまりラズリルにはもはや用はないことを裏付けたということか。しかしクレイ殿、貴殿があれほどラズリルと、私の記憶違いではないと思うのだが。焦りは禁物です、総督。あれは移ろうものなのですよ。もう少しお付き合いいただきたく。失礼。クレイ殿の話、私にはまるで遊びのように聞こえてなりませんが。おやおや、怪人の申し子殿、まあどうかお気になさらず。その呼び名もやめていただければ。トロイよ、いいから神経質になるな。その方たち各艦隊の働きはよく分かっておる。クレイ殿とてそれは同じ。ええ、あなた方なくしては総督お考えのこの南進政策も始まりません。私はそのお手伝いをするのが仕事です。ではよろしいですか。私の部下から報告があるとのことで。おい、ラマだ。恐れながら例の者がラズリルから移動したという可能性について証言する者を呼んでおります。おお、ここへ。かしこまりました。入っていいぞ。何やってんだこいつ。そんなじゃねえかよ。いちご大福うめえな。始めるか。まあとりあえずしまったな。奴らの話が長くなりそうだったから、ちょっとその間にちょっと腹を満たそうと思ったんだが、その策略も完全に失敗に終わってしまったってわけだな。難しいな、そこら辺の采配のあれだな、やり方によってなんかいろいろ
今後の勝利というか勝ってきそうだな。マジかよ、ここだろう確か。許可もらったのか。人数少ない。あ、うーわマジか、なんてこった、こういうことか。ルイーズ、はい、行きましょうか。前に言ったか記憶にねえけど、このサポートメンバーってのがなんかやってくれんだよ、バトルに関係するものとか。なんかで、ルイーズさんはサポートヒーリングってあるから、おそらくこれはバトル後にダメージを受けた仲間の回復をしてくれるものだと思うんだけど、ね、もちろん全回復じゃないけど、まあ2、30とか知らねえな、どこで隠すんだろうな。戻ってきたよ俺、許可もらったのか、またこっからか。お客様ご案内お待たせしました。僕案内役のラクジー、ラクジーってのは聞いとったんだ。ラクジーってなんかどこで聞いたんだっけ、なんか罰の紋章かな、罰の紋章あたりか、なんか言ってた気がすんな。もうすでに眠くなってきたな、なんか。あ、さっき暴れすぎたからな。敵か、なんかこの敵強かった気がするんだよな。勝てるか、強そうじゃねえかもうこれ。ハクネかユニコーンだべ、もうユニコーンってやばいからな。幻想水濠伝のユニコーンって言ったらもう終盤に出てくるモンスターだからな、その時点でありえないけど。頑張れ、お前らの強さを見せつけてくれ。前回いろいろ、おっ強くなってんだ、あっどこで食らった、強えなー。でもチープやべえんじゃねえか、は何さっきどんだけ食らったの、どんだけ食らったの一体。お薬あれだな、いやお薬じゃ足んねえぞ、ちょっとやべえな。やっと一体倒したね、全然あれだな。どんぐらい57でも17、あーよくわかんねえな、はあれ何が起きた、なんで起き上がったの、マジで言ってんの。これやるか、もうこれ使うか、これやばいな、これやばいな、しょうがない、ここはもう紋章を使わせていただこう、これ倒そう、無理だって、これでいいんじゃないか。でこのターンで倒せば、あ終わったよ、これで俺とレベル上がってんじゃん。問題こっからだよな、やっぱ敵強えぞ、俺の記憶が正しかったか。あとこの状態をずっとキープするわけにいかんだろ、この隙は人ができるだけ入ってこないようにやっと作られたそうです。あー迷いやすくなってんね。あーそうなの、初めてなんだ、あんなの初めて、そうだね、そういうことになるか。こんなとこ恐ろしいだろ、あ、まあ、バトル逃げればいいか、いざとなったら逃げればいいな。うー分かれ道、運命の分かれ道、うーわマジかよ、マジか、これはやべえな、これ使うか、使ってねえ、使うしかねえ。おそっちか行ったか、これ倒せる、ボン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 で、これでまとめて一網打尽にする。おっういバコーンバコーンバコーン、まあ、レベルは上がるだろう多少は、俺レベル上がるからまあ OK だな。で、ちょっと上がったら、てか、あと逃げよう。あと、たらかなくていいよ。いや、無理だろ、だって。倒せねえだろ。無理だろ、どう考えても。ここは結構やばい。序盤の山場だな。まあ、お金が、もう3000増えてんだ。あれ、お宝ある。これ何？ワンピース？海賊王のお宝が手に入っちまったな。お、あ
上がったね。あ、じゃあいいや、こうしとくか。あ、こうやって装備できるんだ。便利になったな。幻想水庫でずいぶん便利になったな。で、これで、もう完全適当だけどな。これ、どこ行けないんだ、一体。変なの出てくるんだよ。あ、なんか新しいできたよ。殺し屋のササビ。あ、これあれだよ。あのね、こいつらは、あの、船があんじゃん。自分たちの。船があるところとオベル王国を結ぶなんかあの崖っぷちの道があったじゃん。まあそこに出てくるんだけどさ、あれなんもない、しくったか。まあそこの道に出てくるんだけど、あのね、めちゃくちゃ硬いの。うわ無理だろこれ。逃げろ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 。よし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 、まあ、めちゃくちゃ硬くて、なんかラズロですらなんかさっき20ぐらいダメージ当たったじゃん。なんかあの20ぐらいでさ、さっきのゼリーマンになんか結構ダメージ与えたけど、でもなんだその殺し屋ムササビに対しては20ぐらいしか、20か、まあ、10ぐらいしかダメージ与えらんないっつうのか。勝てんだよな。逃げられるかな。逃げてくれ。案外逃げられんな。でも帰りやばくないか、これ行った後のさ。どっちだ。お、セーブポイントあんじゃん。セーブポイントあるだけでだいぶ使われんな。それだけで俺の苦労はだいぶ報われる。やめんか。え、なにこいつらまとめて倒せってこと。無理じゃね。無理だろ。いいよ。ただ毎ターン復活するんだったら無理だろ。これもしかしてあれか、もうなんか結構なんだかんだ迷いやすいって言っておきながら、なんか正規ルート来てないか。もしかしていい感じとこ来てんじゃね。これどっちだ、上かな、どっちやろ。なんか光ってないかな。こっち行ってみるか。こっち行ってみて、うーわやっけあかんねえな。まっすぐ行こう。まっすぐ行きつつ帰ろう。逃げろ。ユニコーンがいればあれだな。結構逃げられんね。もうすぐ夜中の1時だな。最近やばそうだな。特効薬、お、やった。まあいいとしよう。まあないりゃマシやろ。じゃあどっから来た。まっすぐ来たってことは次じゃあ左行けばいいか。うん、敵が強すぎんだろ。もっと簡単なところでさ、なんかあるじゃん、そういうポイントって。なんか敵が弱いけど経験値いっぱいくれるみたいな、そういうところでやるべきだよな。これ逆戻りしてないか。しくったか。これってどこに出るかっていう、あれ、ということはこう言ってまっすぐ行けばいいのか。じゃあまっすぐだな。あ、大きいの置きます。ボスかよ、マジか。やべえな、これでボスか。回復してねえぞ。あ、回復、あ、まあ、大丈夫か。これでじゃあこうでこうで切り裂き一緒。あ、これ強いんじゃね。あ、いいものなんじゃね。 これはいいぞ、これはいいぞ。よし、これでいこう。怪しい。16全然食らってねえな。あ、これで大打撃を。ポーラ強えな。おー、結構いい感じじゃん。これポーラ連れてきて正解だったな。262。一気に攻め立てる。ほう。はい、ドカン。頼むぞ。どんな攻撃をしてくるこいつは。91。あー、ってことは、あ、こうだな。どうする、ジオカの目覚まし、戦闘不能、ああ、1個。じゃあ、チープ、お前、あれだな。癒しの風、まあ、失踪だろう。まあ、これでどのぐらい、これでどのぐらい食らうかだよな。うい、ドカン。頼むぜ。ポーラが結構戦、おっ、いた。おお。倒してなくねえか。
なんか嫌な予感するな。2連続とか強いですね。よかった。一番大事な場所、一旦戻るか。行きますかい。これでまたボスバトルが来ないことになってるぞ。もう来たらおしまいだからね。ただ魔法が一切ない。なんでいきなりバトルか。誰？お、なんか、なんだ、カラフルだ。ムサセビレッド。お任せ。頑張ってくれ。お、46、いいね。全然食らわねえな。倒せる気配が全くないぞ。なんか風船ついた。なんか幻想水庫で定番のあれだよな。風船3つついたら飛ばされるんだけどさ。じゃあなんだっけ。よしよし。全然倒せねえな。逃げるかも。こんくせえ、逃げよう。ダメだもん。戦う気がしねえ。セーブポイントあったじゃねえか、ここに。なんだよ。さっきわざわざ戻ってったのに。残念だな。これ何？木の子、特効薬、すり抜けの札？これなんかフラグじゃねえか。キノコ1レベル1個ずつ回復。ふん、まあ見てみよう。何が起こるか知らんが、人がいるな。ラグジーか。ラグジー、名前がわからん。また増えてる。リーダーだ。逃げよう。リーダーがいるってことはまずいってことだ。つまりその時は逃げなければならない。ほん？よ。ここまで来ればもう危なくないよ。やつはここには入ってこないんです。皆さんお疲れ様でした。やつやっぱ生きてんだね。生きてるってからだな。ラクジ、その人たちはまだ倒してないってことか。お客だよ。ちゃんと許可証も持ってたんだ。許可証ということは皆さん王様から何かお聞きになっている方々なんですか？ここへ行くよう言われたよ。ではお聞きになっていますね。ここに祀られていた紋章は今はもうありません。遠い昔、この紋章は宿した者の命を喰らい、すべて喰らい尽くしては次から次へと宿主を変えていった。そして周りの人間がみんな死に、最後になった一人がこの木の下で果てたと言われています。この場所で力を解放し、自らも石となることで悲劇を終わらせたということだそうです。まさかその左手のあなたが持っている今ここにあった罰の紋章を。お隠しにならなくても結構です。あなたには死んだ私の主人と同じような雰囲気を感じますし。母さん、父さんは絶対生きてるよ。ラクジ、優しい子。私の主人は3年前海で事故に遭遇しました。その時居合わせていた誰かの中に罰の紋章が紛れていたのです。その持ち主は事故で死に、紋章は無事だった主人に宿り、そして主人はその夜姿を消しました。なぜ私たちの前から消えたのか、その理由を探していた私たちは最後にここへたどり着いたのです。母さん、わかっていました。そうですよね。罰の紋章を宿して3年も無事でいるわけはない。紋章が宿主の命を食べちゃうっていうお話？ええ、認めなくては。紋章が今そこにあるということは、あの人は
死んだということ。おい、空気読めや。ったく、罰の紋章ね。どうすればいいんだ一体。戻るか。やること、なんかな、来ちゃいけなかった感じがするよ、むしろ。そっとしておいた方がよかったんじゃないか。